どうも、フィッシャーシルクです。どうも、元木マサイ。神様怒っております。はいえ食い気味。ただいま沖縄にいるんですけど、ふざけてあるじゃないですか、はい、それをなんかどっかのお店で売ってたよっていうリップが結構来るんですよ、ツイッターで。なほくん、今国際通りに遊びに来てるんだけど、同時ない T シャツ見つけて、よく見たらしっかり書かれてました。超人気フィッシャーズのあの人が着てる T シャツ。同時ない。これね、僕自分で作ったんですよ。あれこれね、お店で買ったやつじゃないんですよ。あ、そうなの。簡単に言うと、これ偽物です。売ってるはずがないんだよな。そう、売ってるわけがない。俺が作ったんだもんな。これはちげえと、さすがに。そうね。俺の名前を使って、俺がなんかここで買いました感を勝手に出されても、これは困ると。そうな。僕今 T シャツ屋さんのそばに来ております。潜入してみようか。あ、いいね、いいね。結構な完成度だよ。完成度だね。かなり真似てる、バレないように。そう、さも最初から商品化されてるような感じで出してるわけ。いや、最近結構増えてるんですよ、こういう方が。メールとかで言ってくれんならいいよ、商品化したいんですけどとか。勝手にコピーして勝手に販売しようとしてる人結構増えてるんで。怖い。じゃ、元木くんが潜入しましょう。おお、フォルム的に安心なのって元木なんだよな。あー、出た、泥棒タイプだ。そう、ちょっと泥棒の帽子とマスクがあるんで。泥棒で入っちゃいけねえんだよ。じゃあ、いってらっしゃい。はい。いや、まあ俺も嬉しいんだよ、そういう風にやってもらえるのは。ああ、ただやり方がね、今回はっていう。ここで買ったのか、ここに来たのか、ここで作ってるのか。いってきます。いってらっしゃい。いってらっしゃい。おお入っちゃった。この任務としてやっぱり重要なのは、はい、元木がまずバレない。騒ぎになった瞬間に、あ、フィッシャーズ来てるんだってバレちゃうから。そうだね、フォルムが分かりやすすぎる。そう、俺ら3人なら、ずっこけ3人組じゃないですか。で、元木に関してはすごいノーマルなタイプ。本当にノーマル。流してる T シャツがありますね。フィッシャーズわかりますね。シルクロード。あ、そうそうです、そうです。動じないっていうのが書いてある。はい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 。そうです、そうです。またコアなのを選んだよね。ああ、動じない。あれ自分で作ったやつ第2号。あれ2号か。1号目怖くない？怖くない3号。1号目は思いやり。あ、思い、あ、あれな。俺があのイラスト描いて。そう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 。猫ちゃんのやつね。ふざけ T っていう言語もさ、とりあえずお前が言ったっていうのはあるじゃん。そうそう、これは完全に俺が作ったやつね、言った、うん、これっす。これかな。これっすわ。これ一応今から作ることになるんですけど、1枚で、M で作ってもらえますか。それじゃあ前に。ああ、いや、これは絶対俺が最初な。自分でそういう言語作りたいなって前から思ってた。アマちゃんだぜとかさ、そっち系のゾンズとか、そういうの俺も欲しいなと思って、きちんといろんなもの調べて、これはないっていうのを見た中で俺は作ったから。じゃあ、さっき。そう、これはね、絶対に確証がある。え、んだほうさんってここに来たことあるんですか。ない。あ、ない。あ、じゃあ、同時ないって言ってここで作ってたんですか。多分、あれはまた別の人じゃないですか。あ、あれは別なんですか。はい、わかりました。ありがとうございます。あ、もう帰ってきた、帰ってきた、帰ってきた。あ、じゃあ帰ってきた、買ってきてる。買ってまいりました。テレさん、お帰りなさい。はいはいはい。僕ちょっと珍しい T シャツ見つけまして、こういう T シャツなんだけど、ちょっとみなほに似合うかなと思って。あ、買ってきてくれたんだ。まず、本物と違う点3つぐらいあります。まず、シャツの素材が違う。字がちっちゃい。実はふざけていって、自分で作ってる時いろいろこだわってて、縦文字にする時ってさ、座ってる時に取れないから、基本的に移動の時にこういうふざけていを着るんだけど、だから俺上詰めで作ってんのよ、こういうのって。あー、考えてるね。そう、位置が違う。あー、へえ、そんなあったんだ。とりあえず質問いろいろと聞いたわけじゃないですか。そうですね。ね。いや、これ問題っすよ。あの、ちょっと探してる T シャツがありまして、つって、その、フィッシャーズって知ってますって言ったら、あー、シルクロードって言われたから、俺じゃねえだろ、絶対そこ。え？太ってる子のって言ったら、あ、んだほって言われたから、あ、それ、それ、それですって、同時ない T って向こうから来た。それです、それ探しますって言ったら、スッて連れてかれて、で、あの、展示してある同時ない T の前まで来て、これですよねって言われたんで、あ、そうです、そうです、そうですとか言って、したら、これ今からお作りするんですけど、よろしいですかみたいに言われたの。お作り？え？だから、店内で作ってるのよ。で、んだほさんってここに来たことあるんですかって。お、ポイント1ですよ。そしたら、いや、んだほさんはここには来たことないですみたいな。ここはしっかりね。まあ、ここでじゃあ同時ない T って作ってたんですねって言ったら、ここじゃないと思いますみたいな感じになって、ちょっと濁したんだ。ちょっと濁して、じゃあそれ来て、ちょっとうちの宣伝なんかしちゃってくださいみたいなこと言われて、うん、ありがとうございますって出てきた。宣伝ってどういうこと。いや、だから同時ない T を着て、友達にね、ちょっと友達に宣伝してよみたいな、そういう感じでしょ。多分まさかこんな形で宣伝されるとはっていう。じゃあちょっと行きましょうか。さあ、行きましょうか。行きましょうか。
はい、ということでね、今から4人で行きましょうか。友達に宣伝してって言われたんでしょ。いやいやもう宣伝してきたぞ。友達です。行きましょう行きましょう。いや、これはやばい、マジで。さあ、店員さんと目が合いました。よし、来た来たぞ。勧められてます、ね、ああ、もうぜひぜひ見てってください。うちの会社が9店舗ぐらいあるんですけど、はい、そのうちの店舗で買ったらしくて、はい、勧められてちょっと宣伝してきました。宣伝ありがとうございます。このフィッシャーズのあの人ってこれだ、誰あの人これ、僕手作りで作ったやつ。あ、そうなんですか。どうも、行かせてもらいました。すげえ。うちの会社が9店舗ぐらいあるんですけど、はい、そのうちの店舗で買ったらしくて、はい、思ったより早くて、まさか店側がフェイクを認めると思わなかった。動じちゃったもん今。3秒ぐらいで認めてもらっちゃったんで、これ以上何も言うことない。なんか別のやつ作ってもらうか。あ、いいんじゃない、ここで。ね、許可いただいた。よし、入りましょう。まさか来ると思わなかった。そうですね、まさか来ると動じない T シャツ売ってたよ。えっ、あれ俺が作ったやつなんだよ。まさか店側がパクリを認めてパクリを作るとは。パクリ、パクリ、パクリ。待って、俺らがパクリみたいになってんのよ。偽物って書いてあります。これは一応本気でね、僕たちが書きました、はい、ね、だから他の商品は全部偽物なんでね、気をつけてください。ありがとうございます。攻め入るタイプでいきましょう。動画見てくれてありがとう。説明欄の方にも Twitter、まあ、これもあります。チャンネル登録